それは男性器ですか？うーわ、女の子にはついてますか？モザイクかけてもらって。みなとです。りーです。くです。くらです。私たちリープギークです。今日は方言当てクイズ、イエーイ。あれ一人だけ方言。そうです。日本にはね、たくさんの方言があります。それを皆さんに知っ ていただきたいと思いまして、今日は私が方言クイズを持ってきました。今から画用紙でね、方言を出しますので、それをどういう意味かを当ててください。どこの方言かっていうのは教えてもらえる？あ、教えます。教えます。で、どこの方言かとどうやって使うかとかっていうのを、まあ、言っていこうかなと。分かるかどうかはまた別としてね、言っていこうと思うので当ててください。ということで、やっていきます。ショー、ではいきます。はい、第1問です。うざって、ここら辺はまだ簡単なやつを持ってきました。うざって、韓国茶は私ね神奈川県の方言です。うざい。はい、その通りデモンストレーションですから。あ、これよろしいですか？はい、例題です。あ、じゃあポイントならず次いきます。いきます。ね、はい、テック。いや、わかんないわこれはね。でもね、わかると思う。あとね、擬音しか出てこないのよ。東京の方言です。でもどんな時に使うやつ？これはね、これ言ったら多分わかるんだけど、帰りはテクだ。そんなさ、タクシーみたいに言うね。タクだみたいな。歩く。ディグだみたいな。帰りはディグだ。僕も歩いてた。まあでもね、ディグだもこれしてるから。ディグだは歩けないよ。うん、潜るのやつは。はい。はい。歩く。まあ、ニア。ニアピン？ニアピンかな。あ、でもまあ、あ、そういうこと。はいはい。徒歩。いっか。まあ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 。わかんない。いわゆる、いいですか、まあ、歩くことなんだけど、テクテク歩くとか言うじゃん、うん、それのテク。やっぱ疑問じゃん。待ってよ。歩くでね。さあ、次行こうか。次行きます。相対ぶり。相対ぶり、これは主題歌がよく高校さんちょっと待って。相対ぶりこれね、愛媛のね、方言。例えば、例で言うと、あー、君相対ぶりだね。あー、そういうこと。わかった、あった。いい、これいいの？君は久しぶり。正解。次いきます。はい、わからん字。山梨の方言ですね。字がわからない人ではないですか？あ、字わかんねえわ。あ、わからん字。わからん字それ普段のうちやつ。せやでもこれも多分例題聞けばね、いいとこやと思う。あの人本当わからん字だな。あ、あ、そういうことね。わからない人、それをまとめてなんて言う？うわー、あの人の感じだわみたいな。え、わかんない。単語はわかんない。わからせや。そう。あー、そっちか。わからんじ。アンポンタン。わからせや。アンポンタン。それはまたちょっと意味が違う気がする。それは多分白雪の方言だと思う、うん、次いきます。はい、ちょっとこれ読めない。誰か読んで。セバダバマイ…ん？これイ？イ。マイネビョン。セバダバマイネビョン。いるキャラみたいな。なんかついてない。例えばで言うと、あー、君それじゃあセバダバダグよ。言えてない。別の意味で例えると、うん、君のやってること意味なくね。手やがって駆動しかない。そう、でもそれもなんか方言そうだ、そうだ、そうだ、無駄だよねみたいな。そう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 、それを無駄を別のダメ人間。そう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 、ダメ人間。そう、ダメ人間。ダメだよね。そう、ダメだよね。はい、正解です。それじゃダメだよね。うーん、次の問題なんだけど、はい、ちょっとうちこれ発音したくないんだよね。これちゃんと方言であります。はい。それは男性器ですか？うーわ、女の子にはついてますか？場合によってそう。部分的にそう。部分的にそう。モザイクかけてもらって。せーので、間違えたら叩こう。せーの、あたり。なんてさ、金、あのベルトの方の金。これさ、なんで間違ってるの？違うの？なんかすごい微妙な気がする。正解は？正解は、非常に熱い状態。はいですね。じゃあ次も、ちょっとうちは口に出せないので当ててください。はい。これ聞いたことあるけど、くるさい。こういうチョイスばっか持ってくるの？ちょっと目についちゃった。この4文字の意味は
まだ18指定つきますか？全然つかないです。なんならもう日本人は絶対通ってきてる道から。大丈夫です。所作。あーおーおーいいね。例題がおちんちんとかんとこっちで楽にしなさい。あー分かった。おちんちんとかんとこっちで楽にしなさい。もう一回言いたいな。おちんちんとかんと足閉めちゃったよ。オッケー。おちんちん分かった。私なんとなく分かった。ちなみにこれが最終問題ですね。違うかもしれないけど言ってみよう。星座。おお正解。正解だ。ということで方言クイズどうだったでしょうか。少しでも皆さんの方言の知識がついたらいいと思っております。なんかさ、でもさ、あのファンの人とかでもさ、多分地方出身の人って多いと思うんだよ。面白い方言あったら教えてほしいから、よかったらコメント欄に書いてください。下ネタだったら嬉しいです。はい。ということで、この企画がいいと思った方はグッドボタンと高評価、グッドボタンと高評価にしたグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、私たちリープギークでした。よく言ったよ。うざって。